今日は雨です雨の日に散歩はしたくなかったんですけど、まあいいかというか、やってみようかというので傘持ってね、散歩に出てきました。短い距離でもいいけどね。おお、なんか水鳥が飛び立ったな。おお、まだまだ。なんだろうな。カモとかなんだ。雨の日に傘さしてウォーキングをし始めたら、まあ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 いいとこ行っとんちゃうこれ。ちょっと風強いですよこれは。あの向こうにカモも何羽もおるな。ちょっとまあ当然見えないと思いますけど、でそのもっと向こう側にはあれはシラスギがいるんだ。水鳥たちの楽園っちゅう感じやな。桜の場までやってきました。雨の日の散歩っちゅうもまあいいもんですね。最近ちょっとこう思ってるのが、この物を捨てるっていうことなんですよね。まあ捨てるというか結局整理整頓ってことなんやけど、やっぱりね、私もそろそろまあ年は年なんで、いろんなものを捨てていって、で本当にこう今使ってるものだけとは言いませんけど、そういうものにしていかないかなと思って、この前からねどんどん捨てていきました。本当にそういう面ではね、こういう、動画とか、まあ、写真もそうですけど、デジタルもね、そういうものっていうのがあんまりこう重いとか言うんじゃないし、それからクラウド等に上げとったら物がそこにあるってわけでもないし、そういう面ではすごくこういいですよね。年いった人間から考えると、まあ花園ね、ちょっと今年はまあ1年かけていろんなものをこう捨てて身軽にするっていう年にしようかな。結局まあね、いろんなものがあったってどっちことないですからね。まあそんなようなことを考えながら、やっていくっていうのも大事かなっていう、まあそんな思いやね今。今日のウォーキング終わりました。3.07 キロ、ちょっと短いね。時間36分ということです。歩数でいうと今日の朝からの歩数は6245歩、まあ夕方までにはまあ、もうちょっと余計になりますけど、まあまあいいでしょうね。
くって大事だな。でもなかなかね体重が減らないんですよ今。ずっと記録取ってますけどなかなかねうまくいきません。はい、今日はこんなところ。